めちゃくちゃ久しぶりじゃないですか。え、何が昼飯動画めちゃくちゃ久しぶりじゃないですか。まあ今回はあの職人飯でとりあえず1本取って午前中、まあ今回職人飯ってことで、まあね、いつもと変わらない玄米ご飯ね、まあサラダね、で青じそドレッシングが一番あのカロリー少ないんですよ、うん、気にしとるでね、やっぱりそうダイエットしてるからさ。まあいつもの飯食いながら適当にダラダラ喋るって動画ですわ。案外でもそれがいいって人結構多くない？まあ多いっす多いっす。まあじゃあちなみにもトシ君ラーメン飲みそうなので僕から紹介していきます。僕はずっしりダブル弁当おろしハンバーグ&スパイシー唐揚げ。でもこれはいつも僕食ってないですよ、昼朝昼食ってないんですけど、まあ、今日は動画用っていうことで食うんですけど、はい、リュウジ君は？ちょっとそれはもうお前リュウジ君リュウジ君お前毎日朝昼食っとらん食ったら何で体型そんな変わらんのってみんな思うよ多分。え、違う、リュウジ君めちゃくちゃ食べるっすからね。じゃあ意味ねえよ。じゃあリュウジ君なんすか？俺前ごごとくこのプロテインバー。いや絶対これ YouTube 用だってこれ、しかも絶対 YouTube 用だからプロテイン。プロテイン、俺毎日昼これだから。で、トシ君は？トシ君めちゃくちゃがっつりじゃないですか。カップラーメンと弁当とあとプロテインとトマトチャス。いきます。ほんと食いたくないんだけどな、ほんと俺で最近ほんと全然食ってないですよ。最近お前ずっと食っとるイメージしたね。で昨日もトシ君だって一緒にご飯食いに行ったんですけど食ってないですよ。いや一応あのご飯食って、ご飯とアタラシと。いや違う違う違う、そのちょ、言い訳してください。言い訳じゃない、もう食ったら言い訳じゃねえよ。違う、そのご飯が余っとるから、じゃあもうぜひ食べてくださいって。トシ君も一杯しか食えんし、ショーも一杯しか食えんから。それでも食わんのが食え。いや、いやらしいじゃないですか、それ。いやらしいか。余ってるもん食ってくださいって言われたんですよ。ゲームの極みやん、はい、言い訳が。いっちゃいます。いただきます。で、ハンバーグってでも痩せないって。え？ハンバーグって痩せないって。やめろって意味だろ。4年行ったらみんな食いまくるだろ、ハンバーグ。トシ君いつもそんな感じですよね、絶対カップラーメンと弁当食ってますね。うん、ってリュウジ君最近じゃないですか、そんなプロテイン食い始めた。いや、もう2ヶ月前だもん。はい？ 2 ヶ月前。何キロ体重変わりました？7キロ。7キロ？もう10キロ変わりましたな。お前の10キロ痩せて変わったと俺の7キロの痩せ方は違うから。違う。それだけ言わせてもらうと。トシ君太らんのっすかね、逆に。うん。全く体重変わらんすか？動かんかったらでも太ったんすよね、営業の時。うん。営業の時って腹がバカーンって寄ったんだよ。2年で10キロ2年で10キロ太ったけど、はい、職人に戻って1ヶ月たたん間に10キロなくなった。まあそんだけ過酷っすからね、バチバチ汗かいて。ちなみにトシ君2年で10キロじゃないですか。で3年ぐらいやったら僕10キロぐらい太りました。毎日それじゃないですよね、だって前も動画で言ったんですけど朝は食うんですよね、めちゃくちゃ。朝は食うよ、朝しか食わん。夜は夜食ってない。絶対嘘っすって。それでみんなと見ないからっすよ、合わないからっすよね。じゃなきゃ痩せんでしょ、そんな。はい、じゃなきゃ痩せんだろ、朝食ってまた夜食っとったら。いや僕痩せましたよ、それで10キロ痩せました。何が？僕朝食って夜食って10キロ痩せました。もともとの体重がいいだけで思ったよ、お前。そういうこと？いやめちゃくちゃもうステッキに入り込んでたジム行って痩せる。毎日行ってました。もう終わりっす、飯もう終わりや。ね、夜も食うのっすよ、うん、夜食うっすよ、なんだかんだ。なんか食ったとしても本当に卵1個とか腹すかんのっす。卵ってゆで卵、生卵。いや、焼いてっすよ。あ、焼いて、焼いて。卵がいいんすか？黄身はまとったら良くないからね。そういうこと？卵の方がいいけど。へぇ、最近なんか、どう思ったんすよ。さっきまでの数々の発言申し訳ございませんでした。玄米食っとけば痩せるんかなと思った。痩せんだろお前。痩せるわけねえだろ。もう食ったんすよ。めちゃめちゃ早くないっすよ。喋りながら多分食ったのいや、まだ飲み物。はい、まだ飲み物。あ、飲み物なんでも食っても太らんってなったらもうずっと飯食ってたんすよ。いや、でも僕本当思うんすよ。僕、足をやった時、マジで太らんかったです。その、多分ね、リュウジ君の場合は違うんですよ、多分代謝が悪いんですよ。それもあるもん。代謝が悪いで、多分あれなんで、痩せんので。うわ、もう腹いっぱいだ、もういつもこんなつぶんで、もう本当に腹いっぱい。
たまに昼飯で寿司屋さん行って20貫食うぐらいですけどね。20貫ぐらい20皿かでも普通ぐらいじゃないの。はい、普通ぐらいじゃない。いや20皿って多くない。40貫ですよ。40巻全部が2巻なわけないでしょ。全部が2巻、あ、まあ、全部2巻エビだけで僕大体7皿食べるもんでエビが好きなんで俺うなぎだったら20巻ぐらい楽勝入る。マジっすか。うなぎむちゃくちゃ大好きよ。でも米とうなぎちゃうじゃないですか。それにミックス米が出てる。でもそれあの寿司屋のうなぎもできるじゃないですか、うん、本格的にうな丼とかだったら食えんすよね。偉い、絶対偉い。あのタレがいかんでしょ。タレがタレっていうかもうねマジで脂っこいよね。ちゃんと脂っこいから。でも逆にみんなでもこんな感じなんじゃないの、足早さんとかって。え、他の足早さんだったら昼寝とるだろうな。まあ、俺が大体だって昔だってみんな寝とったもんな、やっぱり。やっぱそうっすか。へぇ、でもコンビニで見た足早さん普通に足上げて止まってるから寝とるかな。ガーッて寝とったよ。マジっすか、うん、まあでもまあそう、なんていうの、もうそこまでもちょっとあれだよね、時間があるんで、その例えばさ昼12時までやって、まあ1時間は普通にも寝てって、もうその会社の中でそういう、なんていうの、1時間休憩っていうか仕事に1回に入っとるもんで。で、うち違うじゃないですか、だって遅く帰ってきたらだってね、明日の朝って早く終わらんしだったらとりあえず早く終わらして、パッパーって終わらして、じゃあ飯食い行くなりなんなりしようよって感じ。だそこが難しいっすよね。その会社のルールと言っちゃルールだけど、うちはなんかもう自分たちがルールみたいなもんだ。もうみんなね、6時にもピタッてもう電気バシャッて切って、うん、もう6時に帰ってくれ、6時に帰ってくんだけど、ただたまに1人だけ、もう1人2人ぐらい残っとる。あ、いるんですか。電気つけて、1人2人ぐらいパシャッてなんか電気つけて、その事務所でこうパソコンやっとるとさ、カチャンカチャンとかで聞こえるなと思ったらトシ君とか残って8とか8半ぐらいまで段取りしたの、1人で。まあでもまあいい時もあれば悪い時もあるんですよね。だから早く帰れるわけじゃないですか、うん、で早く帰って、じゃあ次の日の朝みんなバーって早く来てみんなで積み込めれるんで。だけど別にやることない時は別に一人で積んどっては別にいいじゃないですか。積み込みやるのも暇つぶしで やれるんでね。あ、もう仕事の感覚ではないんですよ。そう、僕その暇があったらトレーニングする。行ってないですよね最近。行っとる。はい、週何で行ってます。週5から6。週は減ったっすね。前週6で撮ったのに。だって週5やったら土曜日あるもん。はい、土曜日行けんやます。今日あのもう本当にもうダラダラした飯動画、はい、本当上がるんかなこれ。上がらなそうだよ。上がらなそうだよ。だからお前動画ちょいやんけってまあ分からんす。珍しくトシ君が出るもんで、あの上がるかもしれない。あ、それはまあぜひ、まあ、こんな動画でよければね、たまにこう緩い動画とか出してきますんで、はい、ぜひあのチャンネル登録といいねよろしくお願いします。また見てね。